いつもありがとうございます。ナナシです。で、今回なんですけどね、スカバイの更新データを受け取ることでできることということで、まあこれ何なのかっていうと、スカバイね、更新データっていうものが来るので、それについてね、まあ、説明っていうかおさらいみたいな感じの動画となっております。まあ、というわけで気軽に見ていただけると嬉しいかな。で、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきます。では行きましょうか。スカバイの更新データがね、配信決定ということで、こちら、11月18日の発売日に更新データが受け取れるということで、でダウンロード版の容量が 6.7 で、更新データの容量 1GB。結構あります。合計ね、7.7GB 必要になるので、ね、ダウンロード版を買う人は、スイッチの容量をね、しっかり開けておきましょう。で、これ別にダウンロードしなくてもいいんですけど、ダウンロードしてください。じゃないとね、いろいろ、インターネットを利用した遊びができなくなるので、なので、マルチとかはできなくなるので、ね、もっとね、楽しめるので、昔と違って通信ケーブルなくてもマルチできる。ね、ポケモングリーン、赤緑とかをね、やってた人からしたらどんだけすごいことかわかんないでしょ。当たり前と思わずやっときましょう。で、更新データを受け取るための注意点。こちらなんですけどね、インターネットに接続してないとダメです。で、スイッチ本体と任天堂アカウントがね、連携。これね、必要となりますので、連携しっかりやっておきましょう。で、更新データを受け取るとできること。これなんですけどね、インターネット通信、不思議な贈り物受け取りやマルチ、バトルスタジアム。で、今後実装予定のコンテンツ、イベント、テラレイドバトル、ランクバトル、インターネット大会などに、ね、参加できるようになりますので、まあ、特にね、あれですね、イベント、テラレイドバトルがね、今回のスカバイでめちゃめちゃ大事なコンテンツになりますし、あとはね、クリア後の楽しみポイントでもありますので、まあ、イベントテラレイドバトルね、するためにも絶対やっておきましょう。では、不思議な贈り物の受け取り方法ということで、ここからちょっとできることの簡単な説明していきたいと思います。こちらなんですけどね、インターネットかシリアルコード、合言葉で受け取り、2種類があると告知されております。で、注意点なんですけど、受け取りにはね、任天堂アカウントが必要です。任天堂スイッチオンラインの加入は必要ないです。で、入力コードね、OIZ はね、使用されていないので、一応分かりやすくなっております。ネットの接続環境がいいことを確認してから受け取ることということで、これちょっとね、ソードシールドのもとで代用しております。で、インターネットから受け取る方法、これなんですけどね、メニューを開き、ポケポータルを選択、不思議な贈り物を選択、インターネットで受け取るを選択、インターネットに接続、受け取る贈り物を選択、贈り物を受け取る、自動セーブ、みたいな形でできます。どっちかっていうと、インターネットから受け取る方が楽なので、こちらがいいかな。で、シリアルコード合言葉で受け取る方法。これなんですけどね、途中まで一緒です。で、ここからね、シリアルコード合言葉で受け取る。で、シリアルコードを入力。この入力の手間がちょっとめんどくさいかなと思うんですけどね。まあ、好きな方向でね、受け取っておきましょう。で、不思議な贈り物ね、受け取り場所。これなんですけどね、ポケモンの場合は、空きがあったら手持ちに貼ります。空きがない場合はボックスに貼ります。で、道具はバッグに入り、服装は主人公の服装で確認可能です。で、お小遣いとかリーグペイに関しては、主人公のバッグの右上の方にね、表示されてるので、ここで確認可能となっております。なので、基本的に大丈夫です。ポケモン預けてください。みたいなことはないので、安心です。で、インターネット通信のね、注意点。こちらなんですけどね。インターネットを使ってマルチプレイ、テラレイドバトル、バトルスタジアムなどをプレイするにはね、ニンテンドースイッチオンラインの加入が必要となっております。まあ、一応ね、1ヶ月306円と安くなっており、12ヶ月ね、200円。ね、年会契約数200円となっております。まあ、ここはね、一応、スイッチっていう本体、年齢層、ね、大人向けではなくて、まあ、いろんな層向けに作ってるので、安く、まあ、結構安い方なので、まあ、ぜひね、スカバイやる人はね、入っておきましょう。絶対ね、イベントテラレイドバトルが面白いから。で、マルチプレイについて、ここからね、ちょっと各、コンテンツについて軽く説明していきたいと思います。だってマルチプレイ、今までの通信交換、通信体制に加えて、他のプレイヤーとね、一緒に冒険ができます。今回オープンワールドということで一緒に冒険できる。ここもね、面白いです。で、テラレイドバトル。これなんですけどね、最大4人で協力して、テラスタルポケモンに、ね、バトルを挑む。結晶の色に対応したテラスタルポケモンが出現します。で、珍しいテラスタイプを持ったポケモンが出やすいのが、テラレイドバトル。となっております。ちょっとイベントって言っちゃった。テラレイドバトルね。で、制限時間があるので気をつけましょう。で、こちら、イベントテラレイドバトルね。これがすごい楽しいんですよ。こちらなんですけどね、特定のポケモンが出現しやすくなると。で、特定のテラスタイプを持ったポケモンが多く出現する。
で、各期間ごとに出撃じゃない、出現対象の条件が変わるということで、ね、一応あの、イベント、特定の条件とか特徴があるテラレイドバトルとなります。で、どういったものが来るかに関してはね、告知されております。とりあえず EV 行きます。で、期間がね、基本的に週末みたいな形で来ております。1週間とかやらないのでちょっと気をつけてください。で、今後なんですけどね、リザードン、最強リザードンっていうね、リザードンが来て、高難易度のね、テラレイドバトル、イベントテラレイドバトルとかの告知も来ておりますので、しっかりね、準備して楽しみに。そしてみんなと一緒にね、楽しんでいきましょう。ではね、バトルスタジアム。これなんですけどね、世界中のトレーナーとポケモンバトルを楽しむことができる機能。で、カジュアルランク、インターネット大会などが遊べます。ランクバトルに関してはね、ポケモンのコンテンツの中で、すごくね、大きな一つのコンテンツとなっており、まあね、楽しんでる人も多いと思いますので、ぜひがっつりやっておきましょう。で、ランクバトルはね、12月、インターネット大会は2023年春から開催予定となっております。まずはね、スカバイになりましょう。で、各バトルのルール、カジュアルは制限なしです。で、ランクバトルはね、決められたルールの中で対戦する。バトル回数に制限ない。ルールは各シーズンごとに違う。過去作では登場した全ポケモンを使って対戦できたシーズンもあります。で、インターネット大会はね、公式大会と仲間大会の2種類が存在します。公式大会は期間中、決められたルールで対戦。前作では1日あたりの対戦回数に制限がありました。で、仲間大会、身内ですね。自分で大会開催とか、ね、他の人が開催した大会に参加が可能。ルールはね、開催者が好きに決められるということで、まあこれは本当 YouTuber 向けとか、ね、VTuber とか、ね、生放送メインでやる人とかだと、ね、みんなでちょっとポケモンバトルやろうよとか企画できて面白いと思います。ね。なんで、まあ多分やってると思うけどね、ちょっと他のね、ポケモン対戦関係の動画あんまり見てないので、知らないんですけど、これすごくね、今の時代に合ってるものですね。なんで私の方もね、めちゃめちゃ人気が出たら、仲間大会みたいな形で企画としてやっていくかもしれません。普通の企画じゃやらないよ。ピカチュウ6匹縛りとか、そんな感じでやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひそういうネタ好きな人で、ね、来てください。では、まとめといたしまして。ゲームでも更新大事ということで、まあ、しっかりね、アップデートっていうのはね、基本的にスマホのアップデートだけは気をつけた方がいい。Windows のアップデートとスマホの OS のアップデートだけは気をつけましょう。あとに関しては基本的にアップデートして OK です。まあ、ただしね、ブラウザゲームやってる人はね、ブラウザのバージョンアップデートするとき気をつけましょう。基本的にね、ゲームのアップデートっていうのはね、しといた方がいいです。理由としてはね、アップデートしないと対戦できなかったりとか、まあ、バグの修正とかもありますので、ね、そこら辺しっかりやっておきましょう。さっきね、仲間大会でピカチュウ6匹って言ったけど、いけんのかなちょっとすいません、めちゃめちゃ何も考えず適当に言ったので、まあね、面白い企画やっていけたらいいかなと思います。では、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思いますので、ぜひお楽しみを。ではでは。